集まりいただきまして感謝いたしますわ。さあご覧くださいませ。ひとみ学園と西園寺グループが共同開発いたしました新たな施設、その名も作戦ルームですわ。おお、キャプテンさんにも説明が窓でしたわね。この作戦ルームは使いやすいよう自由にカスタマイズできる作りに。決めた。この壁には私の写真飾っちゃおう。肉まん豚さんのお家も作らなきゃ。お日様の当たるところにしてあげますよ。お二人ともお静かに。キャプテンさんにご説明中ですのよ。完璧なポーズで決め立ててくださいね。ダーリンとの愛のふりするべさ。基本中の基本。皆さん、ダーリンと密着しちゃうラブラブなソファーがいいかな。姉さん、そういうのはよくないと思います。私の説明がそんなに気に入らないんですの？もう知りませんわ。ほい、レイごめん。自分たちの好きなように飾れるなんてワクワクしちゃうでしょ。こんないい部屋。いい部屋と当然ですわ。私と理事長で練りに練った秘策ですのよ。こそゆいさん、そこ、こそっと物を置こうとしない。肉まん豚さんは置いてもやっぱりダメですよね。もう皆さん好き勝手ばかり。本当に本当に知りませんわ。レイはすごく頑張ったんだよね。私はちゃんと分かってるよ。だからこの部屋に飾る最初のものはレイに決めてもらいたいな。そういうことでしたら、キャプテン、快適な部屋にしちゃおうね。桜子との約束だぞ。ってレイ、何を置くか決まった？音楽的に、いいえ、まずは動線を考えて。この際風水も取り入れるのも焦りは禁物ですわ。真面目だ。あの子はダリア先生。我が名はエターナルダリア。貴様らこの作戦ルームを甘く見るな。その1は、西園寺が説明した通りカスタマイズ復唱。カスタマイズ。機能その2は後方支援。戦っているオルタナたちを遠くからでも支援可能だ。復唱。後方支援。そして最後は作戦ルームに配置したものにより、復讐効果。貴様ら頭に叩き込んでおけ。はい。音楽的な配置を考え、しかし直感的なひらめきも大